どうもどうも。でかいよ声が。でかい。マイクついてるからさ。毎回さ、毎回ケンジに言われることね。どうもどうも。うるさいかな。どうも。今日ね、実はこのこうなんていうの、シェア施設っていうんですか。ボイル。ボイル。ボイルね。うん、ボイル蒸すって書いてボイルね。うん。ボイルにいるんですけど、実は僕らの仲間のケイタ君のですね、KDC ダンスカンパニーが今ここでね、うん、ダンスしてるんです。かわいい。子供たちが、ケイタ君がね、まだいないんです。そうですね。ね、先生の葉月さんというね、以前、ブラッツさんが行くで出ていただいてた彼女がいるんですけど、うん、僕何も言ってないんですけど、ケイタ君には言ってます。はい、行きますってことは。はい、ちょっと子供たちもいるんで、まあ、すごく喜んでくれるんじゃないかなと思ってですね。ちょっと突してしまおうと。突入ね。突入、はい、しようかなと思ってます。まあやっぱね、フラッツさんが行くって結構有名じゃないですか。なんで子供たち絶対喜んでくれると思うので。うん、ね、ちょっとね。すごい自信。はい。行ってみましょうか。行ってみましょう。ね。うん、見てください、見ながってます。ちょっと先にこう練習しとかないと。いいね、ここのスタジオでも本当、ね、すごい綺麗でさ。なんでそんな汗だくなんですか。だから今走ってきたんですよ。何がいけないですか。やばい、人に起こる、人に起こる生理現象でしたよ。そんなに暑くないですよ。今一生懸命汗を流してクールダウンしようとしてるんでしょうね。うん、分かるんですよ、分かるんですけど、私今走ってきたんですよ。一回車を置いて、うん、うん、行ってみたいと思います。行きましょう。なんか子供たちの笑顔はやっぱ見たいじゃないですか。悪い顔してる。なるほどね。いい、実はそこでいい、そこでいい。やってるやってるやってる、みんなやってるやってる、ダンス汗かいてるね。いいねいいねいいね、汗かいて、いい汗かいてるね。こんにちは。こんにちは。フラットさんが行く、来ましたよ皆さん。はい、フラットさんが行く知ってる人ゼロですか。一人知ってる。フラットさんが行く知ってる、 YouTube 知ってる、この顔。おいちゃん、おいちゃん知ってる、おいちゃん知らない、知らない。すいません、なんか急に来ちゃって。あのね、これ YouTube 撮ってるの今で、みんなのダンスをちょっとさ見せてもらおうかなと思って来ました。葉月先生にちょっとお願いして、ちょっと僕ら後ろで見てていい、いい、後でおいちゃんを踊り見せてあげるから。楽しみだな。おいちゃんのスペシャル踊り見せてあげるからさ。あ、見てみ見てみ、ほら見てみ、ほら見てみ、どうぞ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 、見せて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 、ジンさん今度知らなかった。ちょっと見てよ、ごめんね。すごいね。おおおい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 、かっこいい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 わ、すごく。ここいると緊張しちゃう？大丈夫？じゃあちょっとおじちゃん目つぶるから緊張しなくて大丈夫。はい、どうぞ。いいね、子供いいよね。かわいい、かわいいよね。頑張ってる姿っていいですよね。いいよね。見て、子供以上に汗かいちゃったさ。おじさんの汗もやばいんだから、ほらすごいでしょ。こぼれ落ちそう。やばいやばい。やっぱね、体操、運動っていいよね。大事大事。汗かいて、いやよかった、すごいいい踊りできたわ。自画自賛ですか。自画自賛、よかった、うん、やってみ、これ一緒にこうやってなんか腰遣い
が面白いですよね。ついてくだけでさ、ついてくだけで、ついてくだけでこう疲れちゃう。ついてくだけで。すごい。ほら横持ってなったら、おじちゃんこうなっちゃうから。おじちゃん。カニさん。NC ハマーになっちゃうからさ。何年生ぐらいからいるのかね。これね。1年生、2年生とか。1年生とか2年生なのかな。こんなのこうやってやってるだけでもすげえいい運動になる。上下うえ全然違うでしょ。わかんないもんだって。わかんないですよね。もうダメだ。最初の凸で体力を失った。そして暑い。今ここ一番涼しい。だからエアコン当たっててやばいね。子供たちの元気な姿はいいよね。ちょっとあんまりにフラッサーが行くの知名度がなくて、若干ちょっとさっきこうやって知ってるおじちゃんって目見せた時泣きそうになってこわばってましたよ目が。 KDC ダンススクールの葉月さんです。葉月です。よろしくお願いします。 KDC ダンススクールっていつから始められたんですか。はい、もともと溝の口のレンタルホールで5年前ぐらいかなからやってます。で最近このボイルさんと溝の口のレンタルホールと両方使ってレッスンやってます。なるほど、はい、さっきそうレッスン見てたんですけど、どのくらいの年齢の子たちだったんですか。今日は小学1年生から何年生だっけ、4年生3年生、中学生ぐらいまでいますね、うん、その1年生か中学生ぐらいまでのクラスです。はい、ダンスのレベルとかって、うん、クラスごとに分かれてたりとかするんですか。分かれてます、ね、うん、さっきのは初級級っていうので少し簡単な方で、うん、こっちが中上級っていうので、うん、もうちょっと難しくなるレベルアップする。そうそうそう。はずきさんはダンスの講師ってどのくらいなんですか。はい、インストラクターは、うん、19ぐらいからやってるので、うん、8年間ぐらい教えてますね。ベテランさんなんですね。そっかそっか、はい、なんかダンススクールの売りとかなんかご紹介いただければ。 KDC はどうですか、うん、どうですか。楽しい、ね、先生優しい、もう優しい、うん、結構厳しいんですけどね。あ、そうですか。私のクラスは厳しいよね、うんうん、あと啓太先生と翔吾先生とあとアシスタントの先生が2人いるんですけど、うん、はい、結構ね元気よくやってますよね。最近はもう D リーガーになりたくて頑張ってます。そうダンスのリーグっていうのがあるんですけど、そう、それの監督が KDC のケイタ先生で、それをみんな見て D リーガー見てもう将来のねダンスの夢はね D リーガーになりたいって最近すごい熱くなってますね、子供たちが。すごい、なんか頑張るのっていいですからね。ダンス歴はどのぐらいですか。1年生になる前くらいから始めて、うん、で今3年だからだいたい3年くらいやってる。3年生の始めて、うん、真ん中ぐらいに始めて、うんうん、今1年あ、まだ1年間だね。そうだね、1年間ぐらいだね。じゃあちびっ子たち、水の口にいるちびっ子たちもっとね、うん、来ていただきたいですね。はい、そうですね。はい、はい、ね、楽しいよね。本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方ぜひぜひ高評価、そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。おい、バカ野郎、この野郎ちゃんとチャンネル登録してんのか、この野郎。また来週も見てくれよな。